さあ、うつろいうつって5月まで来ました。ゴールデンウィークってことでね、ゴールデンウィークのところにね、結構頑張って作ってたなとかっていう傾向があったりするんですけど、5月はちょっと頑張って作ってますね。38本ってことでね。で、再生数も6990、ちょっとまた上がってきてるっていうことなんですけど、上がってる内容は実はちょっと面白い。再生時間は全く変わってない。見られて時間が短くなってる方、まあそれも運命があって、実はこれなんですよね、伸びてきてる動画として、ここからエスカレーターの動画が入ってきます。イレーショナルエスカレーターインジャパンという動画ですね。こんな感じで、その動画がポンときたのはここかな。クラファン応募方法、これが800くらいしか伸びてないでしょ。13歳らしいですよね。まあまあ、意外と初動でやっぱ伸びてるんですけど、水町どのやつとかね、前半頑張ってちょっと作ってたっていう傾向があるのかな、この時期は。エロワンパンキツイ乗って、で、なんで取り上げてたかっていうと、あれか。ってことは、あれに行った時期だ。小泉駅構内にある名所案内完全制覇の旅の撮影に行った頃らへんですね。で、それが、んこれ別の企画行った時か。あれ何の企画の帰りだったっけ、ドバのパン。それの後の企画の時か。ここではちょっと見れないか。ですね。で、住川さんと、この辺りだったんですね。そういえば住川さんと。2年近く経ってるのかって感じでございますね。ということでございます。アップロードとしては、ここでイリーシナルエスカレートインジャパンという、日本一理不尽なエスカレーター。この動画は、ここに来てセンサー数を超えるようになってきておると。いわゆる横動画で1分以内の動画なんでね、微妙ね。どうせなら縦動画にしてしまえばっていうところなんですけど、その動画が意外とここから、実は、後伸びしていくっていうね。結構あったりします。で、DD51 個やるとは、なんか謎の機関車があったので、それをね、出しておったりしたのと、で、サイズとかの動画とか、まあ、この辺りが安定した数字を出してる。実はここに来て、タコやファッション版の動画はなぜか伸びているっていうね、不思議な、やつがあります。これだって2020年2月の動画ですからね。こんな古い動画が、急に、まあ、言ったら1位撮ってるやつも、これ2019年の11月の動画なのに、なんでここから伸びてんねんって話なんですけどね。なんでやねんっていうのが、来ますという感じでございますね。他はトップ10に入ってるところだと、新しい動画が出てんねんって。この2021年5月で、このショーツの1本以外は、もう2021の動画数になぜかここで国民宿舎犬山道地が再生数上がったんだよな。これ本当に意味がわからない。今までのやつの中でも一番意味がわからない。これで、ね、グイッてくるんだよ。これね、本当にね、謎。なんでだったんだろうなって今でも分からないし、大概今も入ってる。やっぱご当地のやつをね、いろいろやっておってっていうのが、やっぱ、一つ伸びる。4つ目は言うてね、再生数、顕著に取れますからね。本当はそういったコンテンツを増やしたいところなんですけど、なかなかね、なんかね、そっちの方も今までないし、まあ正直ね、時間と体力が、時間、体力、金、まあ、全部足りてないんだけど、一番足りてないのは何か、今、体力や金も足りてないな。結果、時間が足りなくなってる。よっしゃ、取るぞと思っててもね、結果的に13時間、14時間、寝落ちしてて起きれない、結局休みだとね、とかになっちゃうんでね、そのあたりとかをね、どうやってやっとくかって感じですかね。っていうのがあって、まあ、前半にガンガン開けておったよっていうところですね。で、ホズミック構内にある、名所案内完全制覇の旅をいろいろと上げていて、東山さん、これ、ちょっと伸びたはずなんだけど、この時伸びてなかったっけ？2000サイズいってるでしょ？あ、そっか、後伸びなんだ、これも。8月以降に来るらしい。あ、そうか、100再生。まあ、うちのところだと100再生入ってて伸びてたじゃんと思うんだけどな。この時はその1000再生の動画とかがあるんで、意外とこの辺りのやつはトップ10にも入ってこないんですね、もう。そっか、トップ10のやつは。
一番下118だもんな、うん、っていうふうに見てみると結構ボトムアップがされてきてるのが、傾向としてあるのかなっていう、ね、ノルガットとしてはそこまでゴールデンウィークだから再生数が入るっていうわけじゃないっていうのが、まあまあ母数が母数なんでねっていうところがあったりしますよねっていうのが5月でしたよと。